デジタル放送とは放送局により行われるデジタル方式の放送のことである。通常のアナログ放送と同様の電波帯域を使い、アナログデータの代わりにデジタルデータを伝送する放送である。日本においては競技にはデジタル方式の無線局により行われる放送を言う。講義にはデジタル方式により行われる放送全般、すなわち1990年代以降の アナログ放送と同様に、音声、映像などのマルチメディアデータを一定の規格に基づき、放送するサービスを意味する。最高義には IP を利用したインターネット放送まで含まれうるが、本校では除外する。従来のアナログ放送よりも、電波障害に強く、高音質な音声や、多チャンネル放送、データ放送、双方向性機能があることが大きな特徴である。 文字多重放送では少量のテキストデータを狭い帯域で伝送する。このようなデータ放送では必要帯域が少ないため、1980年代から実用化された。テレビでの動画は情報の上調性が大きくそのまま放送するには適さないためデータ圧縮が行われる。このデータ圧縮に関する情報理論の研究が進み、 またコンピュータの処理性能も高まったため一般的な放送としての実用化が行えるようになった。アナログ放送に比べ次のような特徴がある。8月から 4K、8K 実験放送 NHK スーパーハイビジョンを開始。ありがとうございます。